さて皆さん、アカモクという食べ物をご存知でしょうか。海藻の一種で静岡県内の海にも広く自生していますが、海の厄介者とされてきました。そのアカモク、実は栄養がとても豊富で美味しく食べられるスーパーフードとして今注目されています。静岡市駿河区の用宗海岸で収穫された海藻、これがアカモクです。去年から県内でも収穫が始まりました。どのように生えているのか。海底から海面まで伸びて浮いています。この日は漁師たちがゴムボートを使い、波消しブロックの近くに生えるアカモクを手作業で収穫していきました。昔から生えてはいたんですけど、まあこれが食べれるとはみんな思っていなくて、シラスの網にかかってくる、そういう厄介なものでしたね。アカモクはもともと船のスクリューや牡蠣の養殖施設に絡みつく厄介者。用宗ではシラス漁の網に紛れ込むなど漁師たちを悩ませていました。しかし近年、アカモクに含まれる成分が免疫力の向上や脂肪燃焼の助けになるとして注目され、今やスーパーフードとして全国的に人気が高まっているんです。柔らかいところをボイルしてですね、ボイルしたら、このように緑色に、綺麗な緑色に変色しますので、これを包丁で細かくカットします。海岸からほど近いこちらのカフェでは、用宗産のアカモクを使った料理を提供しています。こちらはアカモクシラスコロッケ。女性を中心に大人気のメニューだそうです。いただきます、はい、これアカモクのネバネバ感とシャキシャキ感がすごい癖になりますね。海藻特有の臭みも全然ないですし、衣との相性も抜群なので、子どもから大人まで美味しく食べられそうです。収穫時期は3月頃から4月頃までと限られているため、アカモクの料理はなくなり次第終了となります。用宗漁港ではシラスの漁獲量が年々減少していることから、アカモクを静岡の新たな産業にしようと、漁協や飲食店が協力してアカモクを使った料理を地域を挙げて売り出しています。桜エビなんかも静岡のこの駿河湾ではなかなか不漁になっているということで、漁師さんたちの新しい収入源として、そして地域の新しい産業ということで、このアカモクを利用していただいて、新たな静岡発の名物として、こう世にこう出していけたらなということで、いい食材だと思っております。この日収穫されたアカモクはトラックに積まれ出荷されました。30年ぐらい前から生えてはいたらしいんですけども、誰もこう特に気にせずずっとほったらかしだったものが、こう利用できるということが分かったのが本当に 1,2 年だったので、本当にこれからこれを産業にできたらいいなというふうには思ってますね。厄介者から健康食材に、そしてスーパーフードへ、静岡の新たな名産品にと、アカモクへの期待が高まっています。